カヤノマンです。イレッキです。コーヒーのフレーバーを学ぼう。今日はこれ、アプリコットです。アンズアプリコット、はい、コメントなんかではね、はい、よくアプリコットっていうのね出てきます。じゃあ実際ね、はい、どういう時に使うのか。結構濃厚で華やかな甘さというイメージですかね、うん、ですね、はい、ねっとりとした感じもあり、はい、濃い甘さ、はい、ですね。フルーティーで濃い甘さ、そしてねっとりとした感じ、まあ、このあたりをアプリコット、はい、というふうにね表現していきたいと思います。はい、早速じゃあ、ちょっとこのサンプルからね、はい、せっかくなんで、うん、爽やかに甘いっていう感じですかね。そうですね、やっぱりこの甘さ、この何とも言えないですよね。蜂蜜ともまた違う、うん、そう、やっぱり少しみずみずしいというか、うん、でも濃くて甘いという、みずみずしいですね、はい、確かに。めっちゃ細かく引いてくよ。コーヒーをね飲んでみましょう。はい、これ何ですか。これはホンジュラスのラスマリアス農園です。パカスですね。パカス、はい。おお。いきなり言いますね。いきなり言いますね。いきなりドンとアプリコットがついてきますね。そうです、ね、うん。もうあの蓋を豆の状態から結構アプリコットの香りが甘い香りがしてたので。今日ここにね、実際にね、はい、アプリコットあるんですよ、ね、そうなんですよ、はい、食用の、食用の、食用というか、まあ、生食用ですか、生食用です食用は全部食用、食用ですけどね、はい、あの知ってました。生で食べられるアプリコットと、まあ、こう熱を加えてね、はい、こうジャムとかに加工しないと食べられないアプリコットがあるんですよ。そうなんですよ。そうなんです。で、これは生でも食べれる生食用のハーコット、はい、というね品種です。はい、はい、じゃ早速ハーコットいただきます。いただきます。このフレーバーとは、うん、結構違います。結構違いますね。なんかピーチとか、うん、プラムとか、そう、なんかピーチ感の方が強いですね。強いですね。そうですね。うん。でも食べる前の香りはこのサンプルとね共通する部分がありますけど、口に含んじゃうとなんかちょっと違いますね。そうですね。うん、このサンプル自体結構アプリコットを炊いてる時の匂いに近いですね。砂糖と火を加えている感じですね、はい、まあ改めてもう一回ねコーヒーを飲んでみたいと思います、はい、うん、あ、もうアプリコットですね、ですねこれは、うん、爽やかで甘くて、はい、ちょっとこうピーチのような感じもありつつ、ちょっとねっとりとした感じもあって、はい、甘いと、まあ、甘く爽やかねっとり、ねっとりとそんな感じですかね。そうですね、うん、まあここで伝えられるのはここまでですよ。そうですね。実際にじゃあアンズの香り、アプリコットの香りって説明するとしたらどうします。説明ですか。うん、アプリコットを口で説明するのは今の感じになりますよね、うん、濃くて甘い、うん、まあ、ジューシーさもやっぱりでもありますよね。あります、うん、はい、アプリコットの豆知識みたいなのはないですか。そもそもこれってバラ科なんです。バラ科です。バラ科なんだこれバラ科みたいなちょっと信じられないでしょ。バラ科なんですね。バラ科なんですよ。でもバラ科のつながりでいくと桃も
スモモモ。ああ、なるほど。バラカ。あれバラカなんですか。バラカです。なるほど。なのでまあ共通する味がするのはなんとなく納得かなという気がするんですが。なるほど。あとあれですね、このあんずの種。種。種。このまあサネっていうんですけど。この中の部分。中の部分です。中の白いやつ。はい、あるやつ。はい、で作るのが杏仁豆腐ですよね。杏仁豆腐のね、仁ですね。杏仁のところですよね。はい、杏子のサネと書いて、はい、杏仁。杏仁です、はい。ただこれ毒があるっていう。そうなんですよ。毒があるんです。だからあの家ではやらない方がいいと思います。なんかね、そのままでは毒じゃないらしいんですけど、はい、食べると体内の酵素となんか結合して。はい、生産になる、はい、危ないんで、はい、なのであんずの種をこう砕いて中うまいって食べ食べないようにしてくださいね、うん、なんかね加熱とか一応アルコールで薄まるらしいですが、念のためやめた方がいいと思います、うん、なんか最近の杏仁豆腐はアーモンドパウダーとか、ね、代用して香り付けしたりっていうのがネットに書いてありましたけど、確かにあのアマレットリキュールって呼ばれるもの、あれもアーモンドだったりしますからね。アーモンドもね、実は同じ仲間みたいなもんで、同じようなこういう形の中の、はい、中の部分がアーモンドになってると。はい、だからアーモンドの実もなんかこれに似たような感じになってます。でも食べれないんですよね、うん、アーモンドは。そうなんです。だからアーモンドもアンズも仲間なんですね。はい、同じバラカ。じゃあやっぱり共通するフレーバーはあるのかな、うん、というところじゃないですかね。そうですね、うん、はい、アーモンド共通するかなそこは確かにしないかもしれない。ちょっとしないね。でも杏仁豆腐はなんとなくわかりますよ、ね、うん、杏仁豆腐はわかる、すごいわかる。これは杏子ですねということで、はい、今日はアプリコット、はい、でした。皆さんもコーヒーにアプリコットという言葉をどんどん使ってみてくださいね。それでは次回のフレーバー講座でお会いしましょう。さよなら。さよなら。